ケイト・ペルジーにはイギリスの画家である。作家、チャールズ・ディケンズの娘である。ロンドンでチャールズ・ディケンズとその妻キャサリンとの間に生まれた。ディケンズの末娘で兄弟たちの話によればお気に入りの娘でケイトやケーティの愛称で呼ばれた。激しい気象からルシフェル・ボックスのあだ名もあった。12歳から女性のために作られたベッドフォード・カレッジで絵画を学んだ。 ジョン・エヴァレット・ミレー作、ケイト・ペルジーニの肖像が子供時代から、家族と各地を旅し、芝居好きの父親が作ったアマチュア劇団に出演し、1857年には、ビクトリア女王の前で、ウィルキー・コリンズ作の儀曲、ザ・フローズン・ディープの公演に出演したこともあった。1858年に、両親は別居し、子供たちは、父親の元に残った。 ディケンズと女優のエレン・ターナントの不倫家、ディケンズ家に同居して、家事をしていた妻の妹のジョージナ・ホガースと妻との対立が別居の原因とされる。1860年に、ウィルキー・コリンズの弟で、画家、作家のチャールズ・オールストン・コリンズと結婚した。1873年に、最初の夫は、ガンで病没するが、それ以前から、 画家のバレンタイン・キャメロン・プリンセプト恋愛関係にあったとされる。夫が亡くなって、すぐ、イタリア出身で有名な画家フレデリック・クレイトンの弟子で、あった画家、チャールズ・エドワード・ペルジーニと結婚した。肖像画家として活動し、子供の肖像画を得意とした。1877年から、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの展覧会に出展を始め、 法律水彩画家協会や婦人芸術家協会の展覧会にも出展した。文学者のジェームス・マシュー・バリーやジョージ・バーナード・ショーラと親交を結んだ。有名な肖像画家のジョン・エーバレット・ミレーにはケイト・ペルジーニョをモデルにした作品がある。二度目の夫が1918年に亡くなった後、1929年に89歳で亡くなった。ありがとうございます。